ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。はい、箱根登山鉄道に乗るために、VSE のロマンスカーで箱根湯本まで来ました。去年の台風で結構ね、被害が出てたんですけど、復旧したってことで、7月23日に復旧したってことでね、乗りにやってきました。エヴァンゲリオンの階段になってます。第三神道教師がね、箱根にあるってことで、エヴァンゲリオンの絵が貼ってあります。トコトコ切符というのを買ったので、1日乗り降り自由ということになります。トコトコ切符が買えたんで、一駅一駅ね、ちょっと途中下車の旅っていうのをちょっとやってみようと思います。まずは箱根湯本駅からスタートしたいと思います。はい、そろそろね、箱根登山鉄道が出発するみたいなんで、ちょっとここで出発するシーンを見てみたいと思います。はい、これがね、アレグラ号ですね。次に来るのが106と104です。エアコンがついてないってことなんですけど、じゃあ屋根の上の機械は一体何なんでしょうね。はい、箱根湯本駅に、います。8時45分発の強羅行きに乗って出発したいと思います。今度はね、反対側からさっき撮影していたデッキを反対側から見ます。先生。
遠野沢駅に、降りました。はい、25年前のね写真とちょっと比べてみましょう。25年ぶりに、遠野沢駅にやってきました。なんかすごいすごい25年ぶり。でもなんか昔の写真とあんまり駅のね形があんまり変わってないようにも感じますけど、なんかすごいですね。8時49分に到着して、次がね、9時9分なんで、あと、20分ですね。この駅を楽しみたいと思います。遠野沢駅には何があるのか、ちょっとね、駅前を少し歩いてみたいと思いますが、どうなんだろう。ちょっとね、一人で歩くと怖いので、途中まで行って途中で折り返したいと思います。はい、もういいや。はい、折り返します。階段があるんで階段ちょっと登ってみましょうか。この弁財天っていうのは、どうやら大正時代に松井証券の創業者が寄贈したみたいですね。すごい天気がいいですね。あ、ここでね、おにぎりとか買って食べたかったんですけど、おにぎりが売ってなくて、まあここでねお昼とか食べたら最高かもしれないですね。いい冷房車が来ました。この電車は、すごい古いんで、エアコンがねついてないんですね。はい、次のね電車がやってきたんで、それに乗って、次の駅に向かいたいと思います。まあ、非冷房車ですけど、まあ、窓が開いてるんで、まあ、なんとかね涼しく乗ることができました。
これはね、早川鉄橋っていうらしいですね。出山鉄橋とも呼ばれてるみたいです。で、大正6年に完成して、日本で最古の橋梁として、登録有形文化財に指定されてます。あそこに見える鉄橋が先ほど、通ってきた鉄橋になります。大平台駅に到着しました。一応9時20分に到着して、次の電車がね9時40分で、またね20分ほど、時間があります。駅のね構内に、右側に見えるところにあの花がね、あって、とってもねおしゃれな駅になってますね。大平台の駅から、外に出るにはね2箇所外に出る出方があって、今ねこれはあの普通に平らなところを歩いて、出るところです。もう一つがね階段状になってて、そこからも外に出られます。反対側の電車が来ましたね。で、これはね、箱根湯本の方に行くんで、ポイントがね、切り替わるのを見てみましょう。
こちらがもう一つの出入り口になっている階段の出入り口です。これが国道1号です、箱根マラソンで走る場所ですね。大平台駅から歩いて4分ほどのところに撮影スポットがあるので来ました。はい、車輪のところがねよく見えるんで、あのレールブレーキがね見えるかもしれないですね。ここもね、急カーブが、見えますよね。で、曲線をね作るときは直立とカントと、スラックっていうものを意識して作ったりするみたいです。スラックっていうのはね、レールをね左右同じ幅で曲げてしまうと、レールとねスリスリしてキーンキーンってね音がしちゃうんで、外側のレールを基準にして内側のレールをね少し拡大して広げてあげるっていう風にすると、スラックがね結構起きにくくなります。はい、ダウンヒルバトルどうだったでしょうか。はい、駅に戻ってきました。次のね電車に間に合うように戻ってきました。はい、私はトコトコ切符で入ります。
9時40分発の電車で次の駅に向かいます。はい、スイッチバックします。台風で、崖がちょっと崩れてしまったところを直したところですね。はい、スイッチバックします。この急カーブが R30 のカーブになってます。すごい急カーブですね。で、車両のね間の移動ができないのもこのカーブがあるためなんですね。宮ノ下駅に到着しました。この乗ってきた電車は、アレグラ号っていう愛称で親しまれてます。9時50分に宮ノ下駅に到着しました。次の電車が10時3分ですね。13分ほどブラブラしたいと思います。トコトコ切符を、見せて、出ます。駅前にはなんかおしゃれなカフェとかお店がありますね。で、なんだか、孤独のグルメの、お店は、イロリアっていう、ステーキ屋さんかな？ステーキ丼か。ステーキ丼のね、お店はまた別のところにあるみたいですね。今度ね、ちょっと、行ってみたいですね。次の電車が来るかなと思ったら反対方向から来ました。
あれ来ないぞ。あ、来ましたね。ちょうどこの駅ですれ違いをするためにね、先に反対側が来たみたいですね。小涌谷駅に到着しました。反対側の電車がなかなか来ないんで、結構ね止まってましたね。10時12分に小涌谷駅に着きました。次はね10時27分です。途中15分間ブラブラします。はい、長く止まってる電車は、一線型と呼ばれる、電車で、スイスのねレーティッシュ鉄道にちなんで、ベルニナ号という名前で、走ってます。はい、小涌谷駅にはですね、後ろの方に、小涌谷の踏切があります。でそこはね、毎年あの箱根駅伝をやってますよね。それで選手があの通過するときには選手の方をね優先して走らせて、電車は踏切の手前で停止させる措置を取って走っております。ちょうどね反対側はね、さっき乗ってた、アレグラ号ですね。折り返してやってきましたね。はい、駅前はどうやらですね、復旧工事のための事務所、工事事務所がね、設置されてるっぽいですね。で、ここから多分人がね、現場へ行くんだと思います。結構あの壁のところにね、頑張れ登山鉄道って書いてあって、かなりね、心に染みますね。何もね予習せずに登山鉄道に来ちゃったんで、まあ、どこの駅に何があるのか、まあ、よく分からず、ちょっとねどうしようもなく、はい、次の電車を待っております。
10時27分のね電車が来ました。これでね彫刻の森に行きたいと思います。右側に見えるのが、箱根彫刻の森です。10時半に彫刻の森駅に着きました。で、次がね10時46分の発車ですね。で16分のはいブラブラタイムがあります。おっと茶色のローソンを見つけました。これはね観光地だとね茶色くしないといけないみたいですね。彫刻の森に行くにはね、この道をまっすぐ行って、彫刻の森って書いてある看板を曲がれば、はい、着きます。子供と来ればね、行ったんでしょうけど、今日は子供が来たくないっていうんで、はい、男一人旅になってしまいました。反対側からね電車が来ましたね。あの辺りにね餃子センターっていうのがあるんですね。餃子センターねなかなか美味しくて安いんでぜひね行ってみるといいと思います。餃子がたくさん種類があります。お待たせいたしました。箱根湯本行きが到着します。危険ですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。この緑色のやつがモハ新潟というやつですかね。10時46分の、はい、電車が来ました。これに乗ってね次の強羅駅に、行きたいと思います。はい、そろそろ強羅駅ですね。2時間かけてね、一駅一駅降りて、途中下車の旅を楽しんできました。いかがだったでしょうか。はい、強羅駅に、10時49分到着しました。はい、約ね、2時間ね、乗ってきましたね。強羅駅はね、
駅前にね、田村銀カツ亭の、あの本店があって、そこでね、豆腐カツっていうのがね、食べられるんで、おすすめです。はい、あとはね、強羅はね、なんか出山寺さんっていう方のね、あの家があるみたいなんでね、みんなで宴会しに行ってもいいかもしれないですね。箱根登山ケーブルカーですね。今日はね、なんか機械の故障で、代行バスに変わってます。で、まあこれは、3月に新車に変わったみたいですね。まあ、あのぜひね、乗ってみたかったんですけどね、まあ、代行バスで行くことにします。まあ、今度ね、また来た時に、このケーブルカーに乗りたいと思います。はい、強羅駅の外に出て、さっき乗ってきた電車がね、出発するってことで撮影だけしてます。サンモリッツと、姉妹鉄道になってます。強羅駅前はこんな感じです。代行バスに乗って、早雲山という駅までね、行きたいと思います。あのバスが代行バスですね。あれに乗っていきます。